わあ懐かしい、懐かしいな、打ち込んでないだけにすごく久しぶり感が。とりあえずリプレイで何色出てくるか。デカピンが 33% ぐらいか、6で 35% ぐらいだったかな。ここでボーナスの詳細について、まずはチェリーとスイカの同時当選期待度、設定差が大きくチェリー&スイカの合算確率にはおよそ4倍もの差があります。続いてリプレイの同時当選について、同時当選率に設定差はありませんが、赤ビッグと緑ビッグの出現率に奇数と偶数で大きな差があります。重要な設定カンパポイントの一つ。最後にデカピン12枚役単独ボーナスの確率がこちら。デカピンが本気の熱い役となっており、12枚役や単独はおまけ程度なものとなっています。想定も途中まではいいかなと思ったんですけどね、明らかに自分の背中で打ってたあのねおじさんの人と当たり方が全然違うから、多分あれ当たりですね。本命札も刺さってるし、まあ、ずっとコンサートに当たってますからね、まあ、3箱目いきましたね。装填の高設定と思われる台にも本命札が刺さっている。イベントから見て脈がありそうな本命札、この本命札の刺さっている徹也なら巻き返せるはず。よし、徹也今の何で当たった？単独なんかないっていうか、めっちゃ低いでしょ。1638を一応左狙ってるんで、おっスイカか、あーお危ない、8000。ちなみにこの左リール下段白七字の成立役に、実はチェリーオアデカピンの白七同時成立もあります。単独の可能性もありますが、とりあえずビッグで一安心。思い出してた、あくそ、漫画が七揃いは引けずに満貫、ナビなしが濃厚、自力 ART 突入なるか。懐かしすぎて新鮮やわ。無事 ART30 ゲームゲット。しかしそう長くは続かない。特定役によるナビストックまたはボーナスが欲しい。お、スイカか。あれもう忘れたな役。普通にリプレイで、ね。スイカはユウさんか。お、メリハイ。ダメだ。
上乗せするかっていうかボーナス引こうよ。豪州さんからのお発展セーブか。ドテコってどんなんやったっけな。自力の ART 中にビッグ。これでナビストックがほぼ1個だが確定した。流れはいい。どこまで持ち直せるか。ああルーレットや。まだ1500しか回ってない。ドテコが2人。何年ぐらい前ですか。何年も前ちゃうわな。半年ぐらいです。いやもうちょいなってるでしょ。リーチハイテーピン負担屋を3色跳ねた。青か。手が遅いんちゃうこれ。あ早くなった。遅い遅いでチャンスなんですね。何したか。ダメだった。ART は伸びなかったが、ビッグの2連打で500枚獲得。まずまずな出だし。そんな現在の状況がこちら。装填で天井間近までハマりを食らい、大きな負債を負ってしまった。現在総投資は3万を超えている。しかし、この徹夜ならきっと取り返せるはず。あれこの S 熱くなかったような気がするんだけどな。対決か。何それ。マジでか。チェリーで当たらんかな。そうあれ外すか。当たろう。
で3パー外したらあかんやろ。やっぱり俺は初代の方が面白いな。熱い演出に熱い役をスルーしつつもハマらずにボーナスを引いている。しかしレギュラー中にフリーズすることなくチャンスゾーンへ。自力の ART 突入なるか。あーそう、全然連チャンしないですね。明らかに回数ついてるのがミスターマジックと想定地台と後ろの銀ギラギラギラか。まあ今のところその3機種3台どれか開けば移動したいんですよね。バレダンチ、もうちょい確率上げてよもな、よかったと思うけどな。これ当たんのかって話、このエース。当たるやんか。追加の同時当選、これで少し高設定の期待が高まった。さらに自力の ART30 ゲーム、少しでも出玉を稼ぐ。ナビストックはおろかボーナスも引けずに単発で終了。なかなか出玉が増えない。下皿を揉む状況が続いている。こんなちんたらしてる場合やないんやけどな。そんな生駒に大チャンスが到来。みんな来た。やりましたよ。インナミバージョンのフリーズで問答無用のボーナスゲット。この引きがあれば巻き返せるはず。これ今当たったのフリーズ引いて、12枚役やったんですけど、まあ、黒頭のはいはいなんですけど、設定ログで7000分の1役で1から5だと約2万分の1なんで、これは2万分の1引いたか6の7000引いたかは分からないですけど、あとやっぱ本命札がね、まあまあやっぱり出てるんで、薄いの引いたかな。本命札に
フリーズ発生で高設定、いや設定6が濃厚に。他の設定カンパ要素はまだ弱いが、これはちょっと熱い。グッズだとボーナス中の、ね、ポイントがたまりにくいんで、ボーナス絵柄ぞろいがないとちょっときついかな。まあ奇数グッズのまだね、わからないんですけど、リプレイで当たってないんで。おー、なるほど、なるほど。ワンセットしかないな今の。これでチェリーとスイカで1回ずつ当たってくれたらな。まあチェリーで赤出てきて、あチェリーちゃんリプレイで赤出てきて、リプレイの同時当選。しかしこれがまた白7ビッグ。相変わらず奇数と偶数が見抜けずにいる。当たりましたね。ART の連チャン率が悪く、なかなか出玉感はないが、ボーナス確率が上がってきている。現在のボーナス合算確率はおよそ170分の1、設定6の近似値。これで設定6の可能性が格段に高くなってきた。そしてまさかの展開が生駒を待っていた。何これ、これロッカー7000とだって2万ですもんね。10人前はこんな引けたっけな。増えへんな。出玉が伸び悩んでいるものの、12枚役が2回も出現し、設定6が濃厚。しかし、スイカとチェリーの同時当選にリプレイで奇遇判別。これが微妙なため、いまいち確信できずにいる。リプレイからすごっ。おい、白はあかんやろ。赤か緑来たらよかったな。カットインすら吐けん。
逆回転しろ。デカピン、そろそろ欲しいところだけど、あら、また漫画流し、漫画確か流し漫画確か確定なんですよね、1個。もう即はないと思うんで、なんとか、ほんまなんとかやな。まあまあ最近のね ART 中委託、正直破壊力はアリストさんの台はねあんまないんですけど、まあそれでも地道に打つしかないんですよね。まあ自力でも何でもいい、連チャンしてくれれば。ああ。お願いします。連チャンしない。ここからは減らずに増えてほしいな。いい加減、ちょっとずっと揉まれてるな。争点でも揉まれたからな。揉まれ揉まれて揉まれてもうて、激圧からの、おい、こっちのセリフじゃん。まあ、お、リプレイからの、リプレイで奇遇判別する場合、白7ビッグに加えレギュラーも対象外。青色吐息、ほんま何にもできへん、参った。引いたね、ようやく。ここはデカピン引きまくるか、ボーナス引きまくるか、上乗せしたい。いや、ボーナスじゃ終わってまうな。70ゲームが死んでしまう。
ストックしててくれ。まあ3000近く回してだいたい5ぐらいですかね、確率が。ボーナス合算確率は良好。あとは ART100 ゲームを生かして大量出玉獲得を目指すだけ。まあまあ増えたっちゃ増えたな。ART100 ゲームをボーナスを引くことなく完走。デカピンを1回引いた。ナビストックはあるのか。おお。なんとか。ボーナスの連チャンがなく、獲得出玉は200枚。下皿から抜け出せない。こっから増えない。確率が下がってきた。全くイケイケ感がないですね。スイカとチェリーでね、当たってくれれば。わけわからへん。12枚役なんやねんな。あの12枚役なかったらとっくにやめてんのに、ほんまに。だって争点で言ったら、争点も単独ピックはだって8000と6万でしょ。あんなもん変に2回引くから12枚役以外で設定カンパができていない。そしてこの状態のまま嫌な展開へと。天井を意識するゲーム数になり、やめるにやめられず追加投資。ちなみに天井について、通常時500ゲーム消化でチャンスゾーンに移行。その時にナビストック抽選も行われます。今のは当たっといてほしかったな。ドツボやで、これほんまに。ここまで行ったら行くしかない。ぶっちゃけ行きたくないです。いいプレおい。
久しぶりにデカピンで当たった。あ、これは熱そう。あかんな、右から押した。ちょっとどのパターンが熱いんやったかな。 なんかあるんですよね、熱いパターンが。ほい、入って緑。ハマりにハマった状態からようやく連チャンの兆しが。どこまで出玉を稼げるか。よかった。ダメよ。